社会人の俺、田中優斗は建設会社の社長をやっている。何？川沿いの建設現場の進捗が芳しくない？人手は揃えたはずだろ？君の方でも原因がわからないのか？そうか、わかった。報告ありがとう。最近進捗の遅れが多いな。人手が足りない分は日雇いのバイトを送って工期には間に合わせてるけど、これ現場の方はどうなってるんだ？人員管理をしてるのってうちの社員だよな。そこに問題があれば当然進捗も遅れる。社員を信用してないようで少し気は引けるけど、ちょっと様子を見に行く必要があるな。俺だってバレないように変装してっと。その翌日、中田優斗です。日雇いバイトで今日から現場に入らせていただきます。変装用にウィッグをかぶってメイクをした。これなら社長とは思われないだろう。現場監督の黒崎真由美よ。言っておくけど、新人だからって容赦しないから。工期が迫っているの。間に合わないなんてことは許されない。キリキリ働きなさい。はい。なかなか高圧的な人だったな。俺の前ではペコペコと丁寧な印象だったのに、現場で他の社員の目がないとああなるのか。お、あんた今日から入る新人さん。はい、中田優斗です。同じ日雇いの高橋隆二だ。よろしくな。しかしいきなり外れの現場監督を引くとは、中田さんも大変だよな。外れ？ああ、黒崎真由美のこと。さっき会った時態度ひどかったろ。この現場の雰囲気はあの人の機嫌次第。自分の贔屓のバイトを甘やかすかと思えば、気に入らないバイトは酷使するし、完全に独裁を敷いてるんだよ。で、本人は楽ばかりしてるっていうね。会社では管理職こそ頑張って働くべしと教えてるんだけど、なかなか目が届かないもんだな。まあ中田さんも目をつけられないようにしろよ。うん、ありがとう。そして一日の作業が始まる。新人、向こうに積んである資材持ってきて、すぐに。30秒以内。はい、持ってきました。時間ないね。それは？次の作業に必要な道具も準備しておきました。あなたなかなか使えるわね。中田くんだったわね。覚えておいてあげる。ありがとうございます。このくらいの仕事ならできて当然。何せ俺は家庭の事情もあって中卒で働き始めたんだから。土木、飲食、イベント設営、あらゆる日雇い労働を渡り歩き、熟練のスキルを手にした。そしてその経験をもとに今の会社を起こした。言うならば俺は肉体労働のスペシャリストなのだ。中田くん、運ぶのはこっちの資材でいいわ。軽いのが多いから楽できるわよ。え、はい、わかりました。ほら、そっちの連中何やってるの。すみません。キビキビと働きなさい。キビキビと。向こうのバイトには重いものばかり運ばせてる。龍二さんが言ってたことは本当だったんだ。高橋龍二、あなた手抜いてんじゃないでしょうね。ありったけこっちに運びなさい、早く。つうか、なんで俺だけ名指しなんだよ。まだまだこき使ってやるんだから。午前中の労働を終えて昼休みを迎えた。お疲れ様、リュウジさん。お、中田さん、見てたぜ。すごいテキパキ運んでたじゃん。とても初日とは思えないな。もしかして経験者だったのか？まあね。でも俺なんか大したことないよ。それより龍二さんの方が大変そうだった。ああ、まあな。言った通りだろ。俺もう完璧に黒崎真由美に目つけられてるんだよ。なるほど。あの現場監督の下ではまともな仕事にならないわけだ。むしろみんなよく頑張ってくれてる。ん？なあ龍二さん、この現場で働いてるのって今いる人で全員？報告に上がっていた人数より随分少ないよな。ああ、これで全員だけど。誰かが途中で飛んだりとかは？いや、ないと思う。日雇い労働者はバスで現場に来るけど、乗ってきた人数と変わってないからな。龍二さんの言うことが正しいとすれば、最初から人数は変わっていない。にもかかわらず、俺に上がってきた報告とは人数が違っていた。そこから導き出されるのは、
まさか。え、まゆみさん。あら、中田くん、どうしたの？もうお昼は取ったの？ええ、今お時間いいですか？もしかして仕事の質問？わからないことがあったら何でも聞いて。じゃあお言葉に甘えて、この現場妙にバイトが少ないですよね。これじゃ現場が回らないレベルだ。しかも途中で減ったとかじゃなくて、最初からこの人数、明らかにおかしい。な、何かしら急に。真由美さん、虚偽の人数で発注かけていませんか？そして報酬を中抜きしているんじゃ。は？何を言い出すのかと思えば、あなたね、言いがかりはやめてくれる？そもそも何か証拠でもあるのかしら？あるはずないわよね、たかがバイトに。最初からこの現場はこの人数で回すことになっているの。あまり適当なことを言ってるとクビにするわよ。適当なことですか？笑わせるなよ。適当言ってるのはそっちだろう。俺が報告を受けた人数と違うんだが。え？証拠が欲しいんなら会社に戻って書類を持ってこようか。報告って、え？それは部長以上の人にしか伝わってないはず。なら俺が知ってても何もおかしくないな。まだ気づかないのか、黒崎真由美。新人ごっこはここまでだ。これで誰だかわかるだろう。あなたは社長。どうしてここに？現場の進捗状況と報告の辻褄が合わなくてな。どういうことなのかと探りに来たんだよ。何か言い訳があるなら聞いておくぞ。すみませんでした。ほんの出来心だったんです。人数をちょろまかしても意外と現場が回ることに気づいて、それでちょっと魔が差してしまったというか。その分他の労働者たちに負担がかかっているのに気づいてないわけなかっただろう。許してください。お願いします。何でもしますから。そういうわけにはいかない。これは会社に対する重大な背信行為だ。お咎めなしでは他の者にも示しがつかない。黒崎真由美、本件をもって懲戒解雇とする。そんな。俺は口を酸っぱくして言ったはずだ。現場の作業員たちを大事にしろと。それができない人間は我が社に必要ない。それから数ヶ月後。社長、現場の視察ですか？ああ、気にしないでくれ。どうやら進捗状況は改善したみたいだな。ええ、バッチリですよ。後期にも十分間に合いそうです。ん？あれは黒崎真由美か？日雇いのバイトに応募してきたんですよ。今回の件で悪評が立って、他社にはなかなか再就職できないみたいで、どっかやり直させてほしいと現場作業員に。ほら真由美さん、もっと頑張って。前まであんた散々無茶ぶりしてたでしょ。こんな重い資材運べるわけないでしょ。大丈夫、いけるいける。あ、中田くんじゃなくて社長。いや、変装してたって聞いてびっくりしたよ。俺失礼なこと言ってないですよね？驚かせて悪かった。龍二さん、どうだろう、黒崎真由美は反省してると思う？うん、まあ多少は。こうやって汗水垂らして実際に現場で働くことで大変さをようやく実感できたんじゃないかな。そうか。終わった。やっと休憩に入れる。疲れた時に飲む水ってこんなに美味しかったのね。頑張ってるみたいだな。社長。自分がバイトになってみて実感しただろう、現場仕事の大変さと大切さが。はい。あの日からずっと私が間違ってたって毎日反省しています。分かってくれればいい。もう二度と労働者をないがしろにするんじゃないぞ。それでなんだけどな、この現場でしばらく頑張ってくれ。そうすれば社員としてまた雇うことも考えてやってもいい。え、いいんですか？私は会社と社長の顔に泥を塗ったのに。他に行くところもないんだろ。身から出た錆とはいえ十分反省してるみたいだし、俺も過去には多く失敗してきたからな。すねに傷があっても前に進む意思があるなら手を差し伸べてやりたい。社長、
ありがとうございます。私、身を粉にして働きます。そして半年後、現場工事の最終日。おお、見事な出来栄えだな。田中さん、来てくれたのか。龍二さん、お疲れ。田中さんが人数を増やしてくれたおかげで、現場はモチベすごく上がってたよ。それは良かった。龍二さんたちが頑張ってくれたおかげだよ。最後の方は進捗も余裕あったみたいだし。あの時、きつく言っていただいてありがとうございます。あのままだったら私、きっと腐ってました。どうしようもない人間のままでした。真由美さん、私、もっともっと頑張って、いつの日か社長に胸を張ってお会いできるような人間になりたいと思います。あ、楽しみにしてるよ。俺は社長としてこれからも従業員たちを大事にしようと誓うのだった。